て変わってはケルト民謡による組曲というのをお聞きいただきましょう。ケルトの音楽というのは日本人が聞くとなんかこう琴線に触れるというか懐かしい、あ、いいなという気持ちになることが多いんですよね。これ実はベースになる音階が日本の民謡とか古典芸能に使われる音階と同じなんだそうです。今日は古くアイルランドに伝わる民謡3曲を再構築したものをお届けいたします。立部智弘作曲ケルト民謡による組曲、第1曲はマーチ、第2曲はエア、これイタリア語で言うとアリアでございます。そして第3曲リール、リールというのはアイリッシュダンスの音楽です。お聴きいただきましょう。Thank you.
ケルト民謡による組曲をお届けいたしました。